さて今日の中継はこの万博の会場にお目見をする予定の最新技術についてです。世界をリードする大阪の企業の研究室に坂本キャスターが潜入しているということで、坂本さんお願いします。はい、大阪府島本町にあります、積水化学工業さんの工場に今お邪魔をしているんですね。研究室なんでちょっと光がですね調整されて黄色くなってます。でこの機械でその最新技術のものを今作ってるんですが、それがこちらになるんですね。ロールに巻かれた何かシートフィルムのようなものなんですが、それちょっと切って取り出していただきました。こちらになります。クイズです。これなんだか分かりますか？これは太陽電池です。はい。さあこれ実はですね、ペロブスカイトという塗料材料がありまして、これはもともとあるものなんだそうですが、光が当たると電力に変わるんだそうですね。でこれをですね、積水化学工業さん何がすごいかというと、この薄いフィルムに均一に塗って、しかもそれを先ほどの機械などで大量生産できるというので世界をリードしているんだそうです。ですからこれを大きくしたものがここにありまして、こうやったら、ね、何か太陽光パネルみたいに見えてきますよね。実際に完成したらこういったものになるということだそうです。詳しくですね、研究リーダーの森田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。様々利点あるんですが、一般的な太陽光パネルに比べて利点その1、何がすごいでしょうか？はい、とにかく軽いんですね。従来のシリコン太陽電池に比べると重量でいうと10分の1ということで、かなり軽くて今まで置けなかったところに置けるっていうことが最大の特徴になります。はい、例えばですね、小学校の体育館とか置こうとしても太陽光パネル重いんで屋根がどうしても落ちちゃうんですって。そういった点、これだったらまあ簡単に置けますよねということになります。そして利点その2なんですが、森田さんに実際にちょっとこれ持っていただいて、はい、これちょっとね小さくしたものなんですが、まずですね、とてつもなくこれ薄いので、森田さん実際に今曲げていただいてますが、どの形にもできるということで、森田さん、これも大変な利点になるんですね。そうですね、厚さと薄くなるっていうところ、これ、厚みから言うと従来のシリコンの20分の1ぐらいになります。はい、ですから、こうやって自由に曲げれるっていうところが特徴になりますね。例えばドーム球場の屋根とか、あるいは柱にくくりつけたりとか、そういうこともできるかもしれないということだそうです。で今我々、屋外で使うということで当たり前に話を進めてますが、ここでまたクイズでですね、積水化学工業さん、これを外で使うためにとてつもない技術を実はここにもう一つ使ってまして、それ何だと思いますか？このですね、もともとこの状態なんですけれども、これにですね薄い保護フィルムを貼ってるんだそうですね。でこの保護フィルムがとてつもなくすごいものを積水化学工業さん、作って貼ってると。森田さん、詳しくお願いします。はい、先ほど見ていただいた本当のペラペラのもの、これ100ミクロンぐらいしかないんですけれども、これを表裏合わせて1ミリぐらいの厚みになってるんですけど、この間に挟み込む技術、これの間に入ってる風刺剤といわれる接着剤になるんですけども、これが周りの水分から保護するということで、これができたことによってですね、連続で作って長い長尺でですね、ものが作れるようになったというところが、はい、これを今国も後押ししているということなんですが、これ例えば万博でね、これ紹介することになるとお伺いしてますが、はい、例えば一般的な皆さんの家をこれで貼るとかっていうのはまだまだ難しいんですか？そうですね、本当の中 の, 発電層っていうのは本当の1ミクロンしかないんで、そこの部分だけ言うと安いんですけど、この表と裏のフィルムとかを作っていこうとするとこのコストが結構かかるんですよ。で我々としてはまずカーボンニュートラルといわれる公共エリアのところで二酸化炭素を減らすという目的で、まず国のエリアとかですね、そういったところに広く置いていただいて、でそれによって生産量を高めて、コストを下げることによって、アスさんのお家にも置いていけるようにいただけるようになるかなという、はい、そこまでコストを抑えていければと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今日はですね、万博にも期待されている最新の技術を森田さんとお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。